今回依頼者の方が男性で、今後ご結婚する相手の女性の一応素行調査。そうね。前から言ってるけど、結婚はできないんだよ。何が理由なの？私全部捨てるってそんなの。いらないもん今あるものなんて。別に入れればいいし、こうやって楽しくさ2人で入れればいいじゃん。今まで話してないけど、君にだけは話すね。音楽プロデューサーやってるから、うん、恋愛系のソング作ってるじゃん、だから結婚して落ち着いちゃうとこれからいい歌が作れなくなるんじゃないかなってだから結婚しないで実はいろんな恋愛系の歌がどんどん思いつくんだよ。だからちょっと待って、じゃあいろんな女といるってこと？いや、そういうことじゃないと思う。じゃあ私だけ結婚しなくても私だけでいてくれる？もちろん君が一番さ。でもいるんでしょ、女。いないよ。LINE 見てたんだよ。なんとか言いなよ。ねえ私結婚するんだって嫉妬させるためやかんねん。それは何なの？結婚しろって。私はと結婚したいんだって。ねえまあ今は仕事が大事。結婚はできないけど常に君のことを思ってるし、これからも大事にしていこうと思ってる。だからやめてよ、取り直したやだ。だってやばい。わかるよ。こんなんも嫌なの。こうやってさ連絡が来るから。もっと帰んな。私だけ見ないんでしょ、そうやって。そんなことないから。ねえ、なんなの。どうしたら機嫌直してくれる？もういいや。なんかもうどうでもいい。5年付き合ってさ結婚してくれない。なんかムカついてきたね。なんかねえ分かってほしいよ。何が分かればいいの？何よ？君には幸せになってほしいし、クラシックもするし、とにかく一番に思っている。私さ、妊娠してんだよね。妊娠してんの。彼の子。おめでとう。違う？の子だ。とりあえずここもなんだし、どこか暖かいところ行こうか。あ、着せたわ。着せたな、服。寒かった、もうちょっとこれ。はい。